ここもね、思ったより下に行かないと当たっちゃうんですよね。ちょっとここでこうしていいぞ、抜けました。で、ここ抜けてのどうも、魚です。今回ですね、エリトラフライトチャレンジ2というこちらのハイフワールドの実況をしていこうと思います。こちらですね、以前実況しましたエリトラフライトチャレンジ1の続編でございます。でもマイクラじゃないね、これもうね。本当に起きて、1と比べましたね、難易度がめちゃくちゃ上がってまして、1回ね、心が折れて実況をね断念していたんですけどね、練習を重ねてからね、また再挑戦というね形でございます。ではやっていきましょう。この新しいスキンで、この変態スキンでやっていきますよ。それではやっていくんですが、このね、この管轄板を踏むとエリトラがもらえるんで、これをね装備してこの形でいきます。やべえな、超変態じゃあ早速いきましょう。いくぞ。このスタート地点にある管轄板を踏むと、なんかタイムアタックのね、カウンタータイマーか、タイマーが作動して時間を計ることができます。ではやっていきましょう。いくぞ。ほっ、めちゃくちゃむずいんですよ。いくぜ。あららら、結構ね、その道が決まっているというか、本当にギリギリ作られていまして、ほらこんな感じで、もうすでにもうそのパート1、なんていうの、エイトラフライトチャレンジ1とはもう比べ物にならないぐらいむずいんすよね。お、いけるかな、これでいけんじゃね。マジで配信外で死にまくってるんだけど、いけるかな。あー難しい、ここがねむずいんですよ。すっ、これちょっと上に上げて、そうそうそう、いい感じ。クリアタイムがあるけどね、まあおよそ30秒ぐらいですかね。ここでグッと曲げて、あった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 。あそこのね、急降下もね、下を向いてから旋回するっていうのを心掛けると意外といけますね。ここでちょっと上に上げたりなんかして、そう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 、いい感じよ、いい感じよ。こう来て、でここで、ここね、こうキュッて曲げて、あららららら、難しい。穴がねちっちゃいんですよ、本当にちっちゃいんで、本当にギリギリ。ここもね、思ったより下に行かないと当たっちゃうんですよね、壁とかに。ここでこう来て、ちょっとここで下行きながら、ちょっと上上昇しちゃって、あらららららまずいぞまずいぞ。一応いける、一応いける、乗っかって死ななければいけるけど、タイムが長くなっちゃうと。ここでちょっと上昇していきたいが難しい。もっと加工してね、急上昇するなんか力を貯めりゃよかったな。思ったよりね、このマウスの感度が高くないと難しいですね。よいしょ。なんで僕もいつもプレイしてるマイクラのね、感度からだいぶ上げてやっています。いいぞ。ここでちょっとここでこうしていいぞ、抜けました。でここ抜けてーのー、いけるかな。あららら、失敗しちゃった。ここがね、ここから一応ね、やり直しが効くんですけど、できればね、ノーミスでいきたかった。いい感じだ。こう来て、おっとっとっと。穴がね、ちっちゃくてね、触れちゃうんですよね。いいぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。超えて、上昇して、いいぞ。いいぞ。はあ、めっちゃね、狭いんですよ。惜しい。あー、ちょいミスったけど、きたー。31秒、くー、むずい。ちょっと乗っかって31秒か、頑張ればこれ30秒切るな相変わらずの見た目。うわ、むずい、めっちゃむずいぞ。よし、それでは、ご視聴ありがとうございました。いや、できればね、ノーミスでも行きたいけどね。いや、マジむずいわ。でも楽しい。
めっちゃ興奮した。いやー、練習してね、いけるようになったかなと思ったけどね、大スランプでね、クリアするのに30分以上かかりました。いや、面白い。やってみて、ぜひ。パート1でちょっと練習してね、これいけんじゃねって思ったやつでも、パート2のむずさが半端ないんで、やってみてください。いやー、まず急降下がむずくて、急降下の後の 3×2 の高さ2の穴からの激細の穴の連続ね。いや、ノーミスでいったら多分30秒切れると思うんでね、皆さん30秒切るのを目指して、よかったらチャレンジしてみてください。ご視聴ありがとうございました。また会おう。うわ、むずかった。あ、むずい。